皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。今日はですね、ミニ四駆の中で、初心者の方たちが陥りそうなところっていうのを僕なりの会見で話させてもらおう、名付けましてしろっこの提灯の考え方っていうお話になります。そうですね、提灯といえば僕も最初はそうだったんですが、とにかく跳ねなくするためのものなんじゃないかなとか思ってたわけですよ。でそしたら、車体を浮き上がらせなくするためとか、低く飛ばすためっていう考え方を他のレーサーさんから教えていただいて、またさらにそれをこう突き詰めていくと、最終的にそのマシンの姿勢、着地する時の角度とかを調整することができるというところまで分かってきました。ではその着地方法やどのくらい稼働させればいいのかっていうのを、今回検証していこうかなと思います。正直ですね、コースによると思いますので、どれが正解かっていうのはないと思います。ただ提灯で間違いなく言えることは、提灯で周回タイムは変わります。提灯のセッティングで開く開かない、それだけで1周あたりのタイムは大きく変わることがあります。でそこの部分をですね、しっかりと今回、皆様に伝えていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではフロント提灯というものは一体何なのかということをまず説明していきたいと思います。フロント提灯というのは、フロントバンパーから車体中央に向かって提灯と呼ばれるこのカーボンのね、フレームが伸びて、そこに上からマスダンパーを吊り下げるような形となっているのがフロント提灯と分類されるものになります。この他にもこういったフロント引くを、引くをというものは上からぶら下げるのではなく、フロント提灯のようなフレームを前から車体中央に持ってきて、そこからフレームを一度下に伸ばし、フレームの上にマスダンパーを乗せることを引くをと現在分類されています。この引くをや、提灯にはたくさんの形があります。こういった形、フロントのバンパーの中心から車体中央に向けてプレートが伸びて、フレームのところから引くをだったり提灯だったりする作り方があるんですが、ここの作り方に関しましては、左右にぶれないこと、動きが必ず均一であることを目指していただければ問題ないのかなと思います。それではなぜ提灯の動きが左右均一であり、で左右のバランスが重視されるのかというところについてお話しさせていただこうかなと思います。まず提灯というものは、僕も最初の説明で言っておりましたが、跳ねないものだと最初は思っていたんですが、どうやら姿勢制御やマシンの着地の際の角度、進入角度ですね、そういった部分を調整するためのものとなってきているということですね。提灯を利用した車体の姿勢制御において、イレギュラーというものはできるだけ少なくしたい。例えば提灯が斜めに開いてしまった、何かの拍子で引っかかって斜めに開いてしまった場合っていうのは、車体のバランスっていうのは大きく崩れてきます。そこでなるべく動かない、なるべくバランスを崩さない、そういった提灯設定をすることで、マシンの小さなイレギュラーというものをなくしていくことになります。それが結果的にコースを速く走る秘訣になってくるわけです。ということで今回はこのマシンを使用して検証していくわけなんですけれども、やっぱりね、提灯でどのくらい、変わるのか言われると、実際じゃあ1秒変わりましたっていうのは結構ある話で、でも初心者の皆さんからすると、なんだよ1秒かよって思うかもしれないんです。ただしですね、自分の限界のセッティングっていうのを突き詰めていった時に、この1秒っていうのが勝敗を大きく分けることがあります。小さな 0.1 秒だとか小さな 0.2 秒をこう積み重ねていくと、1秒変わるよっていうセッティングっていうのはかなり影響のあるセッティングなんじゃないかなと思いますので、この結果を見てね、ぜひ試していただきたいなと思います。そしてですね、今回走らせたのが、前回の動画でおなじみのながらのコースとなります。左側のテーブルトップからドラゴン、ここで、うまく飛ぶことによって、タイムが大きく変わってたのではないかと思われますので、今回はこのダブルドラゴンチックなね、テーブルトップからのドラゴンで、こちらのね、動きを検証して、こういった部分で速度に影響しているのかというのを見ていきましょう。さあ、それでは提灯をほとんど開かせない、ぎゅうぎゅうに詰めたね、状態で走らせてみたいと思います。ほら、バランスが少し悪いんですよね。少しはやっぱり提灯を開かした方がいいのか、ドラゴンバック2回目と1回目でもうすごいバランスが崩れてるんですよね。変更してみましょう。今度はね、少しだけ開くようにしてみました。これが一体どう影響するのかですね。さあ、ジャンプの姿勢を見てみると、やはり綺麗になってきたのではないかなと思います。やっぱそうなってくるとね、欲が出てきまして、もう少し開いてみても大丈夫なんじゃないかと思います。これはもう前回の一歩手前の状態ですね。これを走らせてみましょう。
さあジャンプからすごくジャンプは高くなってきたんですが、見てください、結構な飛距離が伸びてきたと思います。いいですね。さあそうなってくるとね、もうちょっと欲が出せるのかなと思いまして、もう前回のですね、もうパッカパカのやつにねしていきたいと思います。さあジャンプから、あっと姿勢を崩したか。さあ飛距離は大丈夫そうなんですが、やはりちょっと姿勢が悪そうですね。少し伸びたことによって左側のレンチェンジャンプのところ、ちょっと飛びすぎなイメージがあります。さあ合計4パターンやってみまして、まあ 1,2,3 のどれが良かったかと、まあ、言うと、まあおそらく皆さん多分満場一致で3番が良かったんじゃないかなと思います。で奥のねテーブルトップとかもあるんですが、まあ、そちらの方はねまた別の機会に検証したいと思います。今回はねああいった感じの縦のボインボインのところを、あそこに合わせた時にどうやっていくのかっていうのをちょっと今回検証したかったので、まあ、もちろん開かない場合の方がテーブルトップ上りとかはね強くなってきます。低くジャンプしますので、ただその高さを調整してあげるだけで、まあ、リズム感というかリズムよくポンポンとジャンプして着地した際にですね、まあ、綺麗に着地することができれば再加速が速くなるよといったような感じですね。今回ですね、このマシンだけではありません。前回ねウーアハイやりましたけれども、そちらの方で優勝したポケポン縛りのね緑色のマシンを今回紹介していこうかなと思います。やはりねモーターを鳴らさずにアケポンで、試合に臨んだということは、まあ、それなりに、周回タイムっていうのを気にしていかなきゃいけないのかなと思います。やはりモーターが出ていると、モーターが速いと周回タイムというよりはそのモーターのその全力をどうコース内に収めるかというような感じなんですが、モーターが足りてないという時は、まあ、どうやって周回タイムを上げようかと考えながら、まあ、1時間ぐらい悩んで出した結果で運よく優勝することができたというようなマシンになりますので、今回その4パターンの中のどこに一体当てはまるのかと、まあ、マシンも違いますから、まあ、ちょっと違った部分はあると思うんですが、やはりね4回試しただけじゃダメだと思うんですよ本当はね。だからそっちにどこまで近づけてるのかというのを今回ね検証していきたいと思います。さあ青色のマシンの4パターンのどれに一番近いのか。ただ今回はですねリアが、こういったねキャッチャーダンパーになっております。でリアの部分に、ね、スプリングを入れて少し戻りを速くしているような感じですね。でフロントはそうですね中ぐらいのところ、フロント調子に関しましては中ぐらいのところでしょうか。さあジャンプの高さはいいんですが、この左に注目してください。ちょっと後の姿勢は少し悪いんですけれども、一番左の部分ここですね、ジャンプしてないんですよ。前の動画でもお伝えしたんですが、一番奥側だけレーンチェンジャンプになっておりまして、でそこのあとねまたスロープを拾うか拾わないかで速度が大きく変わってくるといったような話だったんですが、まあ、ここの部分全く車体が浮く素振りもなくですね、着地もなくスッとまっすぐ来てるんですよね。これを今回ちょっと大会の時に狙ってみて、それが一番早かったのでそれを採用した形となります。青いマシンの3番目とどちらがそこでタイムを稼ぐことができてるかっていうのをちょっと検証していってみましょう。検証していきましょう。さあ緑色のマシンの方がやや速いように見えるんですが、どうでしょうか。さあ2個目のドラゴンバックもやや緑色のマシンの方が速いですね。ああいった感じのね出来事を3回続けることによって、コースの周回タイムっていうのを稼ぐことができると思います。でね緑色のマシンの方が浮き上がってくるのが早く見えるんですが、あれはどちらもレーンチェンジャンプのところで、カットしてありますので、もうほぼ同じなんですよ。なぜ上がってくるのが遅く見えるのかと言いますと、青色のマシンが一度、レーンチェンジャンプを超えた後でですねスロープを拾ってるわけですよね。そこで一体何が当たっているのかというと、ブレーキが当たっているので浮いてくるのが遅いように見える。で緑色のマシンレンチェンジャンプからそのまま一発のジャンプで、テーブルトップのね、上のストレートにそのまますってまっすぐの状態で落ちてきていますので、そこの部分でですね違いが出てきていると。で青色のマシンは一回スロープに当たってブレーキをキュッてかけてから浮いてくるのに対して、緑はもう全く当たらずにそのまままっすぐねシュッと入ってくるような感じですね。であそこをですね、じゃあ最初からもう元々飛び越せばいいじゃんって思うかもしれないんですけど、それはペコさんやってたんですが、まあ、ジャンプしてそのまっすぐシューってきて2個目のドラゴンバックのね中腹ら辺にぶち当てるともう次止まんないんですよね。なんでそこら辺の速度調整っていうのが、まあ、今回の大会大事だったんじゃないかなと思います。でいろんなコースあるんですよ、ミニ四駆のコースって。まあ、今みたいなのをじゃあ真似したからといって速くなるかって言ったらそうじゃなくて、やっぱりねコースを見て自分の中でのポイントっていうのを抑えてですねタイムを測って、いろんなセクションたくさんのコースありますよね。先ほどのコースで言えば、まあ、今回ラジオンジャンプとかもありましたし、テーブルトップもありました。ただ速度を稼ぐことができるのはどのポイントなのか、完走できるようになるじゃないですか。大会に
ってとりあえずその場所で練習走行してあの入るようになったら、じゃあ今度はちょっと速度をね上げてみよう、じゃあどうやって上げるのか、ブレーキを抜くのは危ないなってなった時に、じゃあちょっと提灯までたどり着いて、提灯からじゃあ提灯の設定をどうすることによってね周回タイムっていうのは1秒でも2秒でも早くできる方法はないかと模索して、マシン大会に挑むっていうのが大事なことなんじゃないかなと思います。でね、小さいんですよ、やってることがすごく小さくて、あこんなことやってもって思うかもしれないです。だからローラーの回転にしてもそうだし、まあ、もうローラーのベアリングですね、ベアリングに関してもそうだし、ギアに関してもそうだし、まあ、例えばクリスの塗るポイントだったりしてもそうだと思うんですよ。ただしですね、まあ、これやって自分の中で検証して 0.1 秒速くなったよっていうその 0.1 秒をたくさん拾っていくことによってですね、マシンっていうのはどん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 速くなりますし、コースのね周回タイムっていうのもどん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 速くなってくると思いますので、皆さんもねよかったら、今回の提灯動画皆様の参考になれば、試してみてはいかがでしょうか。この動画が面白かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。